立体気流イメージ立体気流とは自動車の車体周りの空気の流れに関して自動車工学の専門家でない人間によって用いられることのある俗説である。立体気流という言葉は工学的知見に基づかない定義の明確でない言葉であることに留意する必要がある。インターネット上の解説記事などでは主に以下のように解説されている。 十分な空力成形の伴わない車両で、車高調により低重心化したまま高速走行すると前方に渦を巻く離体気流が発生する場合がある。離体気流が一旦発生すると加圧された気流が狭められている車体下部に次々に入り込み、車体フロント部分に地面効果を発生させ、前輪の設置圧を低下させる。 その結果ドライバーは操縦性が悪くなったと感じるようになる。蒸気のようにあたかも工学的事実であるかのように解説されることが多いが、論理的、実験的な裏付けの取られたものではないことに注意が必要である。走行中の車両の前面には空気の流れの滞る点ができる場合があるのは事実だが、それは淀みと呼ばれるものである。また加圧された気流が狭められている。 車体下部に次々に入り込み、車体フロント部分に地面効果を発生させ、前輪の設置圧を低下させる。という説明も地面効果の発生原理として不正確なものである。そもそも車体仮面の気流が車体に与える影響は、前方から流入する空気の量や圧力だけで論ずることができるほど単純なものでもない。ありがとうございます。